안녕하세요마이입니다今日はですね韓国の話とは違うんですが前回前々回の動画で私がハンガンにいた時に結構昔太っていてでまたこう痩せたっていう話をしたと思うんですけどもじゃあなんであんなにも太ってしまったのかでどうやってまた戻ったのかっていう話と私のダイエット歴についてのお話をしていきたいと思います。最初に言っちゃうと私は運動をしたわけでもないし食事制限をしたわけでもありません。そこに行くまでのまあ話があるのでちょっと今回の動画長くなるとは思うんですが最後までご視聴いただければ幸いです。では始めていきますね。まず私が昔ダイエットの沼にハマってしまってえらいことになっていたその話をしていきたいと思うんですが簡単に言うとダイエットに洗脳されていました。もともと普通標準だってみんな普通中学校高校の時に結構ポチャポチャっとし始めるんですけど私はそのみんなが太り始める成長期には全然太らずみんながもう痩せ始める時にちょっとポチャっとし始めました。なので他の人よりちょっと成長が遅いんですね。でそういう感じだったんですけど私がねちょっと太ったかなって気にし始めたのが大学に入ってからです。それまでは全然ダイエットとは無縁でダイエットなんかもう私の人生に関係ないわって思ってたんですけど時にちょっとなんかズボンきついなって思ってきましてなんかお尻のあたりちょっとポコって出てないかみたいな思ってきましてそれがどん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 気になり始めたんですね。で大学に入るとみんなこう化粧始めたりね痩せてきたりね可愛い子がいっぱいいるわけですよ。なのでめっちゃデブやな私って思ってきてそれでダイエットを始めることになったんですがまず私はダイエットの雑誌が販売されてると思うんですがそのダイエットの雑誌を毎月購入していました。でそこから始まりそれを読みまくってそれを読みながらそういうのも参考にしてたんですが運動もかなりしてまして毎日ね朝1時間半ぐらいはウォーキングランニングをしてで家に帰ってきてからもダンス DVD を買ったのでそれでずっと踊ったり筋トレしたりしてもちろんその時食事制限もしてました。で夜寝る前はストレッチとまた筋トレ腹筋100回とかお尻上げとかね足なんか動かすのとかね昔どんなやってたんか忘れたんですけどかなり運動してましてこうそのおかげもあってちょっとずつ痩せてきたんですね。あ痩せてきたわって思ったんですけど一回切れてしまったんですけどダイエットをやった方は分かると思うんですけどもやっぱりどんどんね運動もするんですけどどん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 ダイエットしてる方って食事の方にこう目がいってしまって食事制限ばっかりしていくようになると思うんです。まあ私だけかもしれないんですけども私はそうでした。まあ、ダイエット雑誌を見たりして気遣って雑穀米ばっか食べたりね栄養ドリンク飲んだりね、まあ、そういう野菜めっちゃ食べたりねそういうの体にいいんですけどもそれがどん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 エスカレートしていって最終的にねちょっとやばい時にはカロリーをやっぱ気にするようになっちゃって袋のね後ろにカロリー書いてるじゃないですか。あのカロリーを今全部摂取したら今日の1日分の消費カロリーまで足しちゃうからこれは食べたらあかんとかこれの半分だけ量を食べればそのカロリーも半分になるからまだええとかってねカロリーにねどんどん洗脳されていったわけですよ私は。ほんでその時はやばいと気づかずどん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 エスカレートしていって食べる量がどん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 少なくなってきます。運動量はめっちゃあるのに食べる量がどん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 少なくなっていって学食とかで、まあ、みんな好きなもの食べるじゃないですか。でも私はその時やっぱ太りにくいって聞いてたそばばっかり頼んでて毎日毎日そばを頼んでるんですね。ただそば粉をいっぱい食べるのもすごく怖くなってきてミニそばっていうのがあったのでそれを頼んでそれと野菜とかっていう感じでねこれやったらだいたい100、200カロリーぐらいかなとかそのカロリーばっか考え始めたんですよ。で一番ひどい時期はサラダしか食べなくなってしまったんですよ野菜ばっかり。しかもお昼は絶対12時に食べないといけないし夜は6時までに食べないといけないっていうその制限まで自分の中で作ってしまってその時間を超えてしまうとイライラが止まらなくなってきて家になんでサラダがないねってなってしまったりとかなんで今食べられへんなどうしようどうしよう太ってしまうとかって考えていたんですよ。お昼とかもねみんないい
ちゃんと美味しいもの食べてるのに、私は自分で持ってきたこんなミニサラダと糖質オフのパンが売ってるんですけど、そのパンをまた半分に割って4分の1ぐらいしか食べなくて、これで100カロリー以内に抑えられるって、それぐらいの結構制限をしてました。おかしかったです、今考えると。で、まあ、そういう状態がずっとずっと続くので、やっぱ体に影響がどんどん出てきました。何かというと、男性の方見てるかもしれないんですけど、女性だったらよくあるあるで、まず生理がすぐに来なくなりました。私は今言っちゃうけど、大学4年間で最初の1年目以外はもう3年ぐらいは生理来なかったんですよ。で、最初は生理来ないことも嬉しかった。だって生理前って女性ってこう太りやすかったりするし、すごい面倒くさかったりするし、楽になったって思ったんですよね、最初は。だから病院にも行かなかったんですけど、ある時にちょっと来なさすぎてやばいかなと思って、病院に通って薬をもらって生理が来るようにしてました。後悔しちゃいますけど、っていう感じまで言ってました。私は怖かったんが、やっぱ食べないじゃないですか。食べない分、それは下からも出ないんですけども、それもなんでやねんって思ってたんです。私はこれ、私結構食べてるやんってその時は思ってたんですよね。あんだけの量なのに、1日もうバナナ食べてサラダ食べてサラダ食べてみたいな生活だったのに、私体にこう摂取してるのになんで出ないねんって怒って、それがまたイライラして出さなって思ってしまって、薬に頼るっていう悪循環になってたわけですよ。で、ね、お薬あるじゃないですか。お薬を飲んでました。毎日毎日飲んでました。で、それを飲んでお腹が痛くなることに快感を覚えておりました。私は量とかも1個増やしたりしてね、危険なことをやってたなと今では反省しております。授業中とかにね、お腹痛くなっちゃってね。でもまあ、それが嬉しかったわけですよ。それで、汚い話なんですけど、それで出ることが嬉しかった。だって自分が痩せてるってそれで思ってたんですよ。バカですよねっていう感じが続きまして、結構大学の時はね、アホやったなと今でも思ってます。卒業前には、まあ私はそういう状態が続いたんですけど、その食事制限をずっとしている方、第二の関門、まあ食事制限をしている方は分かると思うんですけど、ある時に逆に拒食が過食に変わっちゃうんですよね。で、あ、パン一口だけ食べたらカロリーこんだけやから、もう一口だけやったらいいかなって口に入れた瞬間、もうそれが止まらなくなってしまって、もうずっとずっと食べちゃうとか、食べ物ないかなって探し回ったり、そっちに行ってしまったわけですよ、私は。で、過食って言ったら吐くっていうイメージありますけど、私は吐いたりは絶対怖くてできなかったので、まあ、また下に出す、下、また下から出すっていう方法で、ちょっとおかしかったわけですね、私私は。まあ、他の人から見たらそれは過食じゃないって思うかもしれませんが、今の私から見ると過食だったなって思うんです。過食になっていくとね、またそれを食べた自分に後悔をして、また病んで、また薬に頼ってみたいな感じで悪循環だったんですけど、まあ、就活もしないといけなかったし、頃もねダイエットっていう意識はあったんですけど、徐々にね、マシにはなってました。でも、その過食っていうか、いっぱい食べるようになってから、就活も食品会社ばっかり探してまして、でもうね、食べ物にすっごい興味が湧いてくるんです。今まで食べるのを我慢してたんだけど、それを食べるようになってからすごい食べ物に興味が湧いて、今日は何食べようかなとか、もう夜のことまで考えてしまうみたいな感じになってました。私も運よく就職したのがもちろん食品会社でして、まあ、営業とかそういうのではなくって、実際に店舗で料理を作って販売したりとか、あとは計画を組んだりとか、そういうところだったんですけども、勤めたら太るってイメージあるかもしれませんけど、別にそういうわけじゃなくって、食品だからずっと食べてるとかではないので、全然太る環境ではありませんでした。逆に1日何十時間も働いて、
もう走ってすごい忙しかったので、逆に痩せるんちゃうかなって思ってたんですけど、就職して、まあ、数ヶ月経ってからどん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 太ってくるように私はなったんですね。であれって思って、その頃も私はダイエットっていう概念自体はあったんだけど、昔みたいに我慢をしたりとか食べ過ぎたりっていうのはなくって、まあ食べる方ではあったけど、そんな他の人とそんな変わりがないぐらいの量だったと思います。でもどん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 太ってくるんですよ。今考えるとその原因はやっぱりストレスでした。ストレスで私は激太りをしてしまったんですね。あとストレスともう一個理由があるんですけど、私がその最初就職した会社が朝結構早朝から仕事をして、夜また暗くなるぐらいまで仕事をずっとしてたので、日光に当たる時間がなかったわけですよ。朝出た時はもう真っ暗で、店舗に入って1日地下とかでね仕事してたので、仕事をして、で外に出るともう真っ暗みたいな生活をね、もう何年も何年もしてたわけで、そのせいもあってストレスとその日光にも当たらないせいでどん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 ね太ってきたわけです。でなんでこんなに気を使って、なんで食べてないのになんでこんな太るのかなって思ってたけど、でもまあ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 言うてそこまでデブじゃないやろって思ってたんですよこれも怖いんですけど、でもまあ周りにはねちょっとデブやんって言われてたんですけど、まだデブの域までは達してないみたいな感じで思ってて私は。でもまあ実際守ったらかなり太ってたなとは思います。太ってたっていう言い方っていうか、かなり大きかったなって思います私は4年間ぐらいですね、そこで働いてまして、まあ、いろんな店舗行きましたけど、やっぱ仕事内容としてはほとんど同じなので、どうしても日光に当たることができない生活と、やっぱ仕事をねどんどん任されるようになっていて、主任とかなっていくとストレスがどんどんねあったので、それでもうどん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 私は大きくなっていきました。大きくなっていきまして大きくなっていきましたって言ったらちょっと変なんですけど、仕事もすごく大変で、自分の体力的にももうちょっと限界かなって思ったので、会社を退職することになったんですね。で、仕事を辞めて遊ぼうと思ったけど、どうしてもやっぱずっと働いてきた身なので遊ぶこともできず、新しく仕事を変えました。で、そこが今までの生活とは真逆だったんですね。今まで地下で生活をしていて、ちょっと半地下の人みたいなんですけど、今まで建物内で生活をしてきて、日光に当たらずストレスも結構抱えていたんですが、バッと変わって次は外での仕事だったのと、一日結構外で仕事することが多かったっていうのと、あとストレスの量がかなり減ったなっていうのも、もちろん仕事自体のストレスはすごいあったけど、周りの環境がすごく良かったので、かなり自分の中ではストレスが減ったなっていうふうに思ってて、日光もねどんどんこう当たるようになってきて、私は、まあ、そこの仕事場に入った時はかなり大きくて、L のズボンも入らなくて、 LL のズボンもきつくて、でも 3L まで行くとマジでちょっと自分の中で許せなかったんですよ。 3L のズボンを履くのはどうしても許せなかったので、 LL のズボンで我慢をして破れそうになりながら仕事をしていたっていう覚えがあります。それぐらいだったんですけど、どん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 食事制限もせずに、運動もせずに、どん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 ね、また元に戻っていったんですよ。もちろん今から考えるとその頃もぽっちゃりしてるなとは思うけど、でも入った頃に比べて、この留学行く前もう15キロぐらい痩せました。で、私そのダイエットを昔していた時は毎日体重計を乗っていって、 0.1 グラム増えるごとにすごいイライラしたりとか悩んだりとか、もっと痩せなとかって思っていたけど、だん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 ね、この一人暮らしも始めたっていうのもあって、体重計に乗らなくなってたんですね。で、その時は乗らないから、実家に帰った時にたまに乗るぐらいで、本当に数年乗らないっていう期間が、本当に何年か乗らなかったわけですよね。で、留学行く前にまた実家に戻って体重を測った時に、そのさっき言った15キロぐらいバッて減ってて、えっ？って思って、そこでようやく私結構ぽっちゃりしてたんやなっていうのは気づきました。で、周りからもね、
痩せたって言われるようになって、やっぱりねストレスとかそのね、どんだけ頑張って運動してどんだけ食事制限をしたとしても、全てはこの脳からの信号でできてるなって思うんです。ちょっと話がおかしいんですけど、逆にダイエットっていうことを忘れて好きなものを食べて好きな時に運動して自分の好きなようにそういう風に行動する方が逆にスーって体も軽くなっていったりするなっていうのを感じたのと、本当にダイエットって怖いなって思いました。今になって思います。ストレスがなくなったっていうのと、日光ストレスがなくなったというか、やっぱり自分自身を苦しめないようになったっていうところですね。そことやっぱり日光にしっかり当たるようになったっていうところと、あとはあと一個かなりこれ影響してるのかなって思うものがあって、私はトマトです。トマトって思うかもしれないんですけど、もともとですねトマトは嫌いではなくて、好きな方ではあったんですけど、そんなしょっちゅう食べるわけではなかったんですね。である時にですね、一人暮らしを始めまして、野菜を買いたいんですけど、一人暮らしで野菜を買ってしまうと、腐らせてしまったりとか、あとは量が多かったりするので、野菜の代用っていうか、ちょっとでもビタミン補給しようとかっていう考えでトマトを買い始めたんですね。ミニトマトで、それを毎日毎日食べるようになってたんですけど、ある時にこのジュース美味しいよっていうのを聞いて、それを買い始めました。それが何かというとトマトジュースなんですけど、私もともとですねトマトジュース嫌いやったんですよ。トマト好きなんですけど、トマトジュースがもともと嫌いやったんですけど、そのトマトジュースを一口飲んだ途端めっちゃ美味しいと思って、でそれをね本当にペットボトルで買って、毎日結構ガブ飲みしとったんですよね、好きでね。でそのトマトを食べるとかトマトジュースを飲むっていうのにしてからも、どん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 体が軽くなっていくのを感じました。その3つがですね、私が大きくなった、私の大きくなった体を、元の状態まで戻してくれた要因かなというふうに感じております。なので、トマトとかその日光に当たるとかは別に科学的にね証明されてるわけではないので、人によって合う合わないはあると思うんですけど、私はもう今でもね3年4年トマト、好きなので毎日毎日食べてますし、できるだけ、ダイエットのためではなくて健康のために外を歩くようにしたりとか、できるだけ日光に当たるようにしたりとか、そういう風にしています。私はもうダイエットとかそういうカロリーとか体重とかね、そういう考えを全て捨てて、もう今は好きなものを食べて、深夜でも好きなものを食べて、もう時間関係なしに食べたいものを食べて、で好きな時に運動してっていう感じで私は生活してます。私今めちゃめちゃ痩せてるっていうわけでもないと思うし、どちらかというとちょっとこけてきた、年のせいでこけてきたっていうのもありますし、皆さんみたいにね体重がね少ないわけでもないんですよ。でも自分に合った一番このベスト体重とかベストな状態っていうのがあると思うので、数字にとらわれず、そしてもうダイエットっていう概念を捨てて、私みたいにダイエットの沼にはまらないように皆さん気をつけていただきたいなと思います。本当に後悔してます後悔することでもないんですけど、ひどかったなって今になって思うので、皆さん沼にははまらないようにしてくださいはい、では今回の動画はね長くなってしまったのと、なんか話があっちゃこっちゃ言ってしまって分かりにくい部分もあったと思いますし、私がちょっとね話ベタっていうのもあるので、うまく話せないとこがありましたが、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。他にもね習慣的に続けていることとかもあるので、次回お話できたらいいなと思います。では今回もご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。